ちなみにグラチャレって。どうも皆さんこんにちは。キュキュです。はい、ということで皆さん見て見て、ゲットしました。いやー、1コンティニュー、1コンティニューで今回ですね、こちらのスタンプゲットしました。ということで今日はゴブリンのみデッキ、そしてスタンプもゴブリンのみで、そしてプレイヤーもゴブリンで。なんかやだよ。俺さ、最初2年前とかさ、最初ゴブリンって言われたしたらほんと2年前ぐらいなんだけど、その時ね、俺嫌だったからね。なんかゴブリンってさ、ダセーじゃん。ただやっぱクラロワ界でゴブリンってすげえもう人気じゃん。だってカードの枚数めっちゃ多いし、こんなスタンプも来ちゃうし、なんかポジティブです最近は。ということでゲットワズしていきます。これゲットしました。ちょっとスタンプデッキで、これとはちょっと違うんだよね。これとは、これはさ、可愛いじゃん。だけどさ、こっちの方はさ、なんか、よりもっこりしてんだよね。キヨキヨ選手もね、ちょ最近もうトレーニングして、ダルビッシュ三流トレーニング法でね、結構腕も太くなってきてるんでね、キヨキヨに合ったスタンプなんじゃないかなと思います。ということで、デッキはこちら。これね、イサポロンさんとかね、ケンツメスさんも確かやってたような気がするんだけど、ゴブリンのデッキ、やりたいやん、やりたいやんって。今なんでこんな静かかっていうと、はい、左上見て、2時37分ってなってるんですよ。で、これね、このホテル結構音が漏れてるんですよ。漏れるんですよ。だから横の人とかに結構迷惑かかっちゃうんで、あんま騒げません。だから動きだけ、動きだけ、こう、そうなんだ。動きだけ元気にね、やってます。僕はね、さっき仮眠したんで全然眠くないんですけどね。それでは、グラチャでいきますか。グラチャって最近僕やってないんだよ。なんかやっぱマルチが面白いからさ、マルチばっかやっちゃってて、グラチャやってないから、どんな敵が来るのか分かりません。もしかしたらゴブリンデッキの、ゴブリンのみデッキがいるかもしれないから、いきますよ。ポチン。さあ、来んのか、来んのか。うわっ、待て、はいはいはい、はい、持ってますよ、持ってますよ、俺持ってますよ。あべ、待て、この人まさかっつってる。もしかして、キヨキヨのこと知ってくれてる説、ちょっと知ってくれてる説あるよ。さあ、ゴブリン。さあ、待て。この人、運がいいんじゃない？え？キヨキヨ潰しの、ロリババを持ってやがる。ちょっと待ってね。うわ、ゴレチンか。待って、これどっちが相性いいんだろう、これ。なんかさ、よくね？なんか、キヨキヨ選手もさ、鬼の枯渇じゃん？やめてよ。それやめてよ。待って、ゴレ嫌なんだけど。ゴブリンバーサス、こうチャンネルみたいな争いでしょ、これ。そんな不毛な争いはしたくないわ。ちょっと待ってね。待って、これよくね、よくね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、なんか。なんだかんだいいんじゃない。待って、これまずい。待って。ゴブリンのランバージャック強い。俺、ランバージャック聞いてねえよ。ランバージャック。ちょっとこれ、待って、おい、待って、スイクロンオレンジだ、これ。ちょっと頼む、待って。ちょっと待って、頼む。ふざけんなよ。待って、これ、これギリ守れる。絶対この人さ、もしね、キヨキヨって知ってたらだよ。知ってたら絶対さ、キヨキヨワロタとか言って、キヨキヨ絶対動画撮ってたわって言うじゃん。ねえ。気を取り直して、ポン。ちょっとさ、何これ、ゴレ、ランバー強くね、マジランバー。スネギア公開、トーマさんよろしくお願いいたします。なんか日本、あ、またまさかって言ってる。え、知ってくれてんの？あれさ、もし知ってくれてたら嬉しいけど、なんでゴブリンのみデッキで戦ってるところ見られなくちゃ。さあ、待って、ゴブリンめっちゃ出すやんって言われたら面白いね、これで。さあ、あ、なるほどですね。さあ、これはちょっとゴブリンの檻が、さあ、ゴブリンの檻がね、なんかこう活躍するとこ見たいよね、ちゃんとね。オッケー。さあ、ちょっとゴブリンの檻からちょっとレベル8というちょっと真実。ゴブリンの檻もっと殴れ、もっと殴れ。このさ、この出てくるさ、このなんかヤンキーゴブリンいるじゃん。この、ちょっと凶暴化してるやつ。こいつのさ、攻撃力があんまないんだよね、実は。オッケー。これ美味しいんじゃね？いいんじゃねえ。なんで？ね。キヨキヨスペルに弱いぞ、マジで。スペルに弱いことが判明。いや、分かってるんだよ。枯渇デッキとさ、強、まさか、枯渇デッキって、ゴブリン強いように見せかけて、これ入る？これはね、ゴブリン関係ないね。キヨキヨが単純にヘボかっただけだよ、今の。
なんかこう枯渇デッキってさ、ゴブリンのバレルとかが強いイメージあるじゃん。ただね、それ嘘だよ。ゴブリンが強いんじゃないわ、プリンセスが強いんだわプリンセスとアイスピーが強いんだわ多分。おい待ってくれ待ってくれ、なんかこの人なんかちょっとさ、ワンチャンなんかこう味を締めた感ない？なんか味締めて、なんかこう味締めてちゃんと形作ろうみたいな、そういう制作だよねこの人ね。ちょ、まずい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 、いや、いいんじゃね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 、いや、悪くない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 、マジ悪くないぞ。じゃこれゴブリンで、あー痛い、バレル投げさせてもらえ、あー待って、バレル投げてもファイボじゃん。ちょっとこれケン、え、ちょっとさ、まだケンツメスさんとかさ、イサポロさんのまだ動画見てないんだけどさ、これさ、勝つの、これ勝つの果たして。あ、やべ、あの人、あの人ね、なんで味しめんのこの人それ味しめるってなるけどさ、ちょ待って待って、このさ、痛い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 、さあこっちおいで、こっちおいで、あんちゃんあんちゃん、こっちおいで、こっちおいで、あんちゃんで、まさかのゴブリンでキングキドウ、キングキドウじゃなかったよ、ないんかよ。ちょっとこれはまずいぞ、どっかで。オッケー、もうスリークラウン狙うわ、スリークラウン狙う、俺ぐらいになると。はいはい、もう無視だけど、無視だけど何か、はいはい、無視です、いや無視無視だけど辛いわ。ちょっとやめろ、おなんで形作ろうとすんのこの人たち。もうゴブリン、もうはいはい、ゴブリン乗りたわ、はいはい、これはいだわ。絶対この人暗めに晒すでしょ。晒すっていう表現は良くないけどさ、だって僕がさね、例えばさ、知ってる人がいたらさ、暗めに共有しちゃうもん、うん。友達とかだったらワンチャン共有しないかもしれないけど、なんかでドズルさん、僕にとってのさ、ドズルさんと当たったら絶対暗面にドズルさんに勝ったわって言うもん。やめてください、全然いいです、全然いいです。0勝2敗、これ久々に見たね。まあ、僕がさ、もともとさ、グラチャで最近あんまやってないっていうのがあるからさ、あんま見ない数字だよね。ポン100円目だからね、ちなみにグラチャでって。待って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 、嘘でしょ嘘でしょ、待って、キヨキヨハットタワーを飾りって俺やん、待って、おい、キヨキヨ、待って、あなたは何、あなたは何、待って、お、まさかって今気づいたんかい、今気づいたんかい、ちょっと待って、お、ゴブリン、ゴブリン使って、ゴブリン使って、今気づいたんかい、ちょっとこのお兄さん、このまさかのさ、ワンちゃんよ、キューキューアットタワーまさかこれやばない、これやばい、これ待って、このタイ、この動画のタイトル何、この動画のタイトル何、果たしてわかんないんだけど何なんだよマジ、何なんだし、なんやし、マジまさかっつって、だってこの人からしたらさ、どういうこと、え、どういう状況あ、この人スタンプゴブリン、僕もスタンプちゃんとゴブリン出してからダメだ、ちゃんとゴブリン出してかないとね。オッケー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 、こいつゴブリンしか作ってないぞっつって、だって僕スタンプもさ、ね、スタンプも何、あ、この人もめちゃめちゃゴブリン押してくるんだよね、ゴブリンがめっちゃキスしてるっていうさ、そういうシチュエーションどういう状況だよ。でもキヨキヨ選手削ってます、え、待て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 、キヨ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 やめろお前、キヨキヨお前10秒で1とか使い出すんじゃねえよ、なんだよゴブリンじゃん、まだ危ねえ、今危ねえ、まあ、10秒デッキ、10秒デッキね、マジ油断するとやばいからね、油断するとかなり負けるんだよ。ちょっとちょっとこのね、ちょっとこの白旗でね、うん、ちょっと待って、この人は10秒、絶対10秒デッキやから、なんで泣くの、絶対10秒デッキやから、ちょっと警戒しておきます、吹きゴブとギャングをね、ちょっと用意しとこう。危ねえ、これマジ危ないぞこの人、マジでこの人マジ危険だぞ。10秒デッキはね、1回、あ、ここでギャング咲かせる作戦か、やるな、これはこれは作詞だな、これはやめろやめろ、え、そっち来んの、やめろ、あ、来た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 、危ない、頼む頼む、 OK OK、 守ってる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 、いいんじゃない、いいんじゃない、ゴブリンデッキ、ゴブリンデッキ勝つよ、ワンチャン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 、待って、これスイクラウンだけさ、ちゃんと守んないとダメじゃない、ちょっとここちゃんと守る、ちゃんと守る、ちゃんと守る、 OK、 危ない危ない、
ロケットあるよ、あえてロケットあるよ、絶対絶対ロケットあるよ。この見て、この10秒できる対策配置、10秒できる対策配置どう？すっごいキングトーンめっちゃ守るこんな人、あ、で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 、はぁ、勝ちました。なんかすげえ複雑な気分、なんか、なにこの動画やばない？ボリューミーじゃんね、グッドゲーム、ぶ、なんかボリューミーだよ。だってキヨキヨ見るし、キヨキヨも入れたし、なんか勝ったし10秒で息と合うし、なんなんこの動画、この動画なんなん。もうね、あの、キヨキヨハウスだったらマジもうぶっ叫んでるけど、隣にね人が寝てるんで、多分ほんと壁めっちゃ薄いんですよ。こんなんです、こんなん、こんなんなんで、なんなら、ね、あの廊下に人が出てきたタイミングでめちゃめちゃ爆音なんですよ。なんかすごい怖い怖い、なんなら、あの部屋に入ってきたんじゃないかっていうくらい声がするから、結構ね静かにしなくちゃいけなかったんですけども、今日は良かったです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。朝引きなんか急上昇3位とかになって、すごいなんか YouTuber 的にも成長できてます。ありがとうございます。チャンネル登録はこちらをポチ、そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。